Passion for racing. That was what drove the founder to build the team and to be the driver himself. He went on to create and build cars with his own name. From the beginning, the cars were considered to be a piece of art. Beauty and performance in a single form, an automobile. The new Ferrari F430, the manufacturer that has always created the benchmark in performance car building, had released another masterpiece. さあ、ということで、世界一フェラーリのよく似合う土屋圭一がお送りするフェラーリ F430。 あ、首かしげないでね。まあそうですね、430もパッと見てやっぱフェラーリだな、かっこいいなっていうね。まあ360かなって小道具で見るとね、でもライトもちょっと違うしみたいな、僕が言うのもなんだなっていう、あの画面のその向こうの方で見てるあなた、やっぱりですね、まあ僕の印象もありますけれども、やっぱ僕ってこれ非常に目が肥えてるのでね、もう一人目が肥えたやつを呼びたいかな。太田哲也です。どうも、はい、久しぶり。久しぶりどうも。ねえ、ということで今自動車評論家、そう、この本とか、この本は何、いつ書いたの、これ。こっちは、去年の暮れで、これ今本当のこと、本当のことしか書きません。本当のことしか書いてないやつで、もう今年今また書いてる。そういうこと言うから嫌われるんだよ、俺みたいに。いや、嫌われたらいないと思うけど。さあ、ということで、どう、太田から見てこのフェラーリ430、パッと見フェラーリ男。まあパッと見は360なんだけども、一番注目すべきはやっぱりこの穴だよね。あ、穴ね。穴がでかくなった。360よりもものすごいパワーを出してきたっていうこと。排気量もやっぱりでかいし、パワーも上がってるし。で、あともう一つあって、要は F40 よりももっとパワーがあるわけじゃないですか。ところが F40 ってこうついたてのようなウィングがあって、これないんでね。これあのフロアの下に、秘密が隠されてるんだ。秘密が隠されている。それが一体本当にそうなのかっていうのをちょっと試してみたいなっていう興味なんで。ワインディングでまずはね、やっぱこうワインディング、まあ市場インプレッションっていうと箱根が多く使われますけれども、やっぱり箱根では見えてこない部分、それをこの群馬サイクルスポーツセンターでお送りしていきたいかなと。おー、すごい。ランボルギーニがなんか前でも普通に感じちゃうぐらいパワー。For comparison, the two drivers had tested the Lamborghini Gallardo and the NSX Type R earlier today. なんか乗り心地はいいんだけど、攻める気になるな。ステアリングもとっても軽くて、でもインフォメーション結構使ってくるね。Ota is trying to stay calm to do his job as a motor journalist, but the car's potential seems too overwhelming to keep his cool.すごい、すごい。もう一回レースやろうかなって気がしてくるよ。やっぱりフェラーリの血かな。血なのかな。エンツォ・フェラーリの血がやっぱりこういう車を作り上げるのかな。なんかこう生き物的だね。そう、ちょっとじゃあ行ってくるよ。 Now Keiichi Tsuchiya gets into the cockpit of the F430.Will the machine that's received numerous feedbacks from Ferrari's F1 experience rekindle the racer in Tsuchiya? いいわ、やっぱりフェラーリ様は。ああ、なんかいいな、いいな、いいな、いいな。すげえな、これ。すげえな、このエンジン素晴らしくいいよ。いいね、これ。ブンブン回るよ、これ。ブンブン回るよ、これ。はい。The car is equipped with a new device called Manettino. The device is put into sports mode for the session. なんでこんな感じが強いの？スポーツモードだとね、トラクが結構入っちゃうね。アクセル踏んでるんですよ、これ。Intentionally creating oversteer seems to be difficult since the traction control limits the engine output once it kicks in. 自分が思ったよりもその飛ばせない。安全に安全にっていうね、マージンの方がでかい。The electronic devices on the car react even to the slightest loss of traction due to road gaps.
結構繊維入っちゃいますね。ここもそう、ちょっとでもホイールスピンが起きそうな雰囲気が見られると制御が入ってアクセルが吹けなくなる。Now let's check out the car's performance switching the Manettino to race mode. あ、ここで入るね、制御がね。これはいいかも。このレースモードはちょっと腕に自信のある人、このレースモードで飛ばすと割とカウンターステア当てる前までの感じはものすごくビンビン伝わってきますよ。さあ、スーパースポーツカーフェラーリの F430、 まあ比較するものじゃないんだけれども、スポーツカーとしてこの存在が一体どこにあるかっていうもので、まあ、今回2台持ってきたんだけれども、やっぱね430は完成度が高い、びっくりした。まあ、分かりやすく言うと、その NSX だとタイプ S とタイプ R があるでしょ、その中間に入るぐらいすごくレベルの高いサスペンションも持つ、接地感、扱いやすさ、その今までの355から360に来て、その動きっていうのがやっぱりフェラーリはお前ら腕ねえんだから飛ばせなよって、うわーパンっていうね、俺らが乗ってもうわっていうね怖さがあったの。これはね、やっぱりフェラーリの見方自体が、俺の見方自体が変わったし、ただのこう今まで俺が持ってたフェラーリイコール金持ちの直線だけ飛ばす車っていうのと違う。お前らこれが気持ちいいんだろっていうことをなんか差し出されちゃったみたいな。そうだね。で F1 ってこうなんだぞ、うん、だからフェラーリの F1 ってこうバックスキンのレザーが貼ってあったりするじゃない、うん、そういうなんか豪華さもちょっとあって、うんうんうん、なんかフェラーリっていうのをこういうもんなんだよ、うん、F1 っていうのはこういうもんだよってことをユーザーに見せてくれるみたいな、ちょっとずつこう見せるぞっていうね、疑似体験をさせてくれるっていう、うん、でその360までのさ、そのパドルシフトがあるじゃない、うんうんうんってなってたのが、うんうんうんっていう、これだけ完成度が高くなるとやっぱこうこれの楽しさよりもこの楽しさの方があるか、それもあるなみたいなね。でまたびっくりしたのが、あのランボルギーニ、その闘牛アバレウスっていうものがね消えた。猛牛じゃないね、猛牛じゃない。今までのランボルギーニって危なかったじゃない、危うさがあるみたいなね、うん、もう常にコーナーは危険です危険ですみたいな、だけどその危険ですが取れて丸くなって、そう、危ないやばい世界を私と一緒に死にましょうみたいな感じだったのが、うん、あの安全で守りますからみたいな、なんかあの太鼓判を押してくれてる、乗りやすくなったよね、乗りやすいし、うん、だけどやっぱりスーパースポーツカーっていうともっと高速域で走ってもいいかなと、うん、あれをカットしてね、俺や CSD、 あ、そう、それではですね、シヤケイチが切らないで誰が切るのよ、勝った行ってくるよ。じゃあ Are these cars truly supercars? We're gonna test the F430 along with the world's super sports cars. First entry is the Lamborghini Gallardo.With a 5-liter V10 engine mounted midship, the car holds the ground with all four wheels. The exterior design is truly worthy of being called an exotic. To follow is the Mercedes-Benz SL55 AMG, the luxury monster for the world's executives. The car's weapons are the massive torque and the state-of-the-art electronic devices. Entering the competition as the Japanese Samurai is the NSX-R.Although output is weak at 280 horsepower, the chassis development over the years should be reckoned with. You can't talk about pure sports cars without mentioning this car, the Porsche GT3. We've brought the club sports model, which focuses on track use. Test number one. The first test will be staged at the high-speed oval course at the Akebono Technical Center. The cars will be tested for handling and stability at extreme speeds.Starting off the test is the Gallardo. This car is equipped with aftermarket aero parts and exhaust system customized by C1. Starting off from a standstill, the e-gear transmission shows slight loss of power, but the V10 engine picks up without any stress, pulling the car to extreme speeds in no time. Entering the bank. Coming up is the high-speed slalom section. On this run, the ESP has been cut off and the shift mode is in sports. The
car shows some roll, but the all-wheel drive system keeps the car extremely stable. 安定してるね。 Next, we'll check out high-speed acceleration.Not as fast as we expected. Perhaps the viscous all-wheel drive system might be creating some power loss. 多分この空力が効いてるんだろうね、リアウィングとかが。その高速のスタビリティがすごくいいし、でパイロンスラロームもね、140から160ぐらいのこういうスタビリティはすごく安定してる。だからね、その怖いところがない。Next up is the SL55.The car has the fattest torque among the entrants, combined with a torque converter automatic transmission. The 2-ton body accelerates in a flash. Yeah, there seems to be a lot of pitching.収まりが悪いね。ガヤルドはなんともないのに、これ怖い。It seems like the electronic stability control wasn't responding quick enough to cancel out the small bumps from the track surface. In the slalom, you could see that the car's electronic device was trying hard to turn the heavy front end of the car. Since cruising at high speeds are somewhat common on European roads, Tsuchiya is surprised to see its weaknesses here. 110, 40. But the top speed was incredible. The supercharged monster lives up to its reputation. だからやっぱこう、ベンツってのはやっぱ成功者が乗る車だからね。直線でいいの、直線番長でね。ちょっと怖かったです。Next up is the NSX-R. With great traction and lightness, the car starts off very well. The responsive manual gearbox and clutch accelerates the car effortlessly.The NSX-R was quicker than the Gallardo through the initial quarter mile, but the following high-speed test should be tough for the underpowered Japanese car. Let's see if the NSX lives up to its R emblem. This'll definitely be tough. Acceleration from 200 kilometers per hour.Not as bad as we anticipated. これに乗っててよかった。やっぱね、そのバンクの中を200キロで走っても何ともないしね。10年経った車の車種と思えない。だからその常にこうポルシェみたいに進化してるんでしょうね。And now the GT3, a combination of a manual transmission and a rear engine layout. The car accelerates using the full potential of its RR layout and traction.Marks the top time so far in the quarter mile. 200 km. 簡単に200 km ですよね。めちゃくちゃいいよこれ。これもしかして200 km スラロームいける？ほら、ちょっと怖いけどいける。Tsuchiya is amazed with the car's chassis performance without any electronic gimmicks. The GT3 stands out among Porsche's lineup. The car has always been the benchmark of pure sports car performance. これはね、ファンタスティックですよ、これ。やっぱこう、自分で操ってるなっていう、その感じがすごくいいし、あとは、
その高速スタビリティのスラロームなんだけれども、ステアリングフィールドはものすごくしっかりしてて、でなおかつ今度はそのバランスがリアにね、リアウィングがちゃんと効いてて、リアがものすごくこう安定してるから190-200キロのスラロームができちゃう。 Finally, the F430 is put to the test. How will the newest sports car from Ferrari perform? First, the Mattutino is put into sports mode. This should let us see the car's standard performance. The rev limits on the car actually created some time loss. It should be interesting to see how the F430 performs with its state-of-the-art devices and aerodynamic underfloor design. In sports mode, the car's posture seems unstable, especially the rear. How will it accelerate from 200 kilometers per hour? One of the newest features on the car is the e-differentials. This controls the torque balance between the right and left tires, but it seemed to have created some yawing. The quarter mile and top speed performance was better in race mode. バンクの中はですね、スポーツにしてもレースにしても、どっちも安定はしてますよね。スポーツの方が乗り心地はいいという感じで、ただそのアクセルオフで入っていってからアクセルを入れた時にね、やっぱりその電子デバイスかな、デフも電子制御になってるんで、そこでちょっとこう嫌な動きが出るかなっていう感じはしますね。スラロームはやっぱりこうリアウィング欲しいなっていう感じはしますね。フェラーリ的にはやっぱりこの方が綺麗だからいいのかなと思うんですけれども、160から180-200キロっていう、こうレーンチェンジみたいな感じの時は、ヨーロッパの皆さんですけれども、リアウィングをつけてください。そうすると非常に、快適な車になると思います。 Test number 2. The most important performance factor of sports cars, the brakes. These days, extra large rotors and 6-pot calipers have become common on high performance cars.Some are even equipped with carbon ceramic brakes matched with high-tech devices. This will be a simple test. The cars will need to stop completely from a speed of 200 kilometers per hour. Keep an eye on how each car's posture is under full braking. The results are as shown. The SL's weight might have been a disadvantage. 後半はちゃんとしっかり効いてくるんだけど、パンって踏んだ時の初期制動がちょっとスーッていう空想カーボンだからかもしれないしね。 Test number 3. Next we check how easy it is to control the car. The overall machine balance will be important. スノーです。ウェットだと思うんだけどね、この状況は。まあいいじゃないのって感じ。あれ、シフトアップしていっちゃう勝手に。ああ、そうか、高回転使えなくしちゃうんだね、滑るところではね。ああ、何事も起きませんね。何事も起きません。それではですね、続いて滑りやすい路面、これで行ってみたいと思います。どのくらいになるのか、ちょっと アクセルに制御が入っちゃいますね。スノーよりは回転が上がるんだけれども、アクセルに制御が入るって感じ。続いてですね、スポーツでいきます。もう全く滑らせないですね。全く滑らせない、クラウンとか、日本車にもありますけどもね、滑らせないようにしてます、スポーツは。でも速いですよ、これがスポーツです。
それでは続いてレースモードで行ってみたいと思います。おあ、レースモードはね、スポーツよりも若干スピードが上がるって感じ。スピードが上がって制御が入ってくるって感じ。これもスピード高いけれども滑らせないようにっていう感じですね。それではですね、 CST カットします。これでどうか。CST カットするとこんな感じですね。簡単に回っちゃいますね。簡単に回ってしまいました。As expected, the Drift King couldn't resist the opportunity to drift in a Ferrari. 非常にリアがシビアで、やれと言えばここまでやりますが。The GT3 stood out among the rivals today. Despite the rare heavy layout, the car showed great controllability. The NSXR also received praises from Tsuchiya as usual.The biggest surprise was that the all-wheel drive Gallardo was actually able to drift with an impressive drift angle. ミハイル・シューマッハさんを連れてきても、まあ、私と5分ぐらいかなと。非常に高度な技術を要求する、コントロール性を要求する車だと思います。まあ、私のぐらいの腕が皆さんに終わりでしたら、全然問題ないですけど、引きつってきたかな。はい、アキラのスーパースポーツ研究会ということでですね、このコーナーちょっとマニアックなコーナーなんですけども、まあ、いかにこの車がすごいか、どんなね、装備が、仕込まれているのか、それをですねちょっと研究したいと思います。これいくらすると思います？ブレーキだって160万円だって。これ買えないですよね、普通ね。買えない。これ量産になって比較的買いやすくなってますよね。キャリパーもすごいな、これ、黄色で8ポットですよ、これ。タンクだって荷物詰めないもんね。でもね、結構大きいんです、ほら。あ、で広いね。これね、アイスボックスも入っちゃうんですよ、これ。Check out the extra items included in the trunk. They even have a kill switch located in the trunk room. まあ普段乗らない人は。で、ガレージに止めるときはこう切りスイッチで止めると。ああ、なるほどね。さあ今度内装。ほう。フェラーリってこう全部手縫いだもんね。そうだね、これもね20万円台でね、結構ここで選べるんです。シートもそうだし、このダッシュ版も色が20万円台で選べます。あ、これ何、これこれマグライト、これは標準です。これだけでもいいな、持って帰んないと。あ、そう、しまっといてもダメですよ。これはにくいね。フェラーリ F1 ワールドチャンピオン99 2000 2001 2002 2003。まあこれもインテリアもこれオプションですから。あ、そう、はい。はあ、芸が細かいっていうことですよ。かっこいいね、これ。この作りめちゃくちゃかっこいいね、これ。ハフラーだってこれノーマルですからね、これ。これで標準で、これでこんないい音するんだ。はい、ここにねバルブがついてて、この音の音量も変えられるんだ。はい、変わるんです。これもノーマルですから。はあ、そのうち2人でこう六本木でも流しましょう。いいね、いいね、いいね、はい、いいね。なんとかお金貯めて。おしゃれだね、はい、ね、フェラーリを流す、おしゃれ。 Dream on, boys. Test number 4.The last test will be on overall balance of the vehicles. We'll be running two cars at a time. Engine power, aerodynamics, chassis performance, and suspension setup will all be evaluated. The cars will have to perform without being affected by the turbulence created by the other car. Let the test begin. The F430 will be running with the CST switched off. Ah, 加速だ。早い。すごい、フェラーリ。430この速さすごい。こんな離れんの。 The 5-liter V10 Monster fights back. 待ってよかな、待ってよ。よし。 Both cars are at full throttle on the straightaway. Since the two cars are equipped with variable length intake runners, they're not affected by the turbulence of the other car. The F430 running steady behind the Gallardo.もしかして三味線引いてるのか、フェラーリは。 Since the CST is switched off, the engine is free to rev up to its limits. We should see the raw potential of the F430 in this test. すごいわ、ほら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 。ほんと、
んな速いの？ Whoa, that's fast. 素晴らしくいいよこれ。素晴らしくいいよ本当に。いやー立派ですよこれは。すごいね、ピターッと吸い付く感じじゃない。バヤルドも結構いいんですけどね。すごく安定してる、しっかりしてる。シャーシーがやっぱりね、すごくしっかりしてるって感じですね。 And the first round is over. Let's hear what the drivers have to say. CST をカットした方が全然いい。やっぱ速いですね、フェラーリ。まっすぐも速いし、加速もいい。とにかくでもスタートが驚異的ですね。なんだろう、スポーツとレースモードがあるんだけど、それよりも CST をカットしてラウンチコントロール入れた方が、はい、430を 100% 楽しめる。そうですね、まあ、しかしね、 V10 のね 4WD ね、4駆を持ってしてもこの430様にはランボルギーニもいい車ですよ。あ、いいよね。すごくシャーシーしっかりしてるし、うん、逆にそういう意味ではランボルギーニがちょっと乗り比べると、うん、車体はすごく骨格が硬くて、うん、なんか気持ちいいですね、うん、まあフェラーリ恐るべしという感じでした、はい、まあ、値段ではやっぱりちょっと負けてしまうんですけども、うるさいってもこのクラブスポーツ GT3 ですから絶対に負けられませんまあF430 にねかなう車はまあ今のところないんじゃないかなと思うんですけれどもね、ショーコリブラック GT3 を持ってきましたね。これはもしかしたら、もしかいい勝負ができるかな。今度はね、もう電子デバイスないからスタートでなんとか決めたいと思います。 And they're off. The GT3 starts off with a slight lead. The F430 eased out using the launch control. おい、おい、a test, these drivers are already in serious competition mode. Let's see the outcome. In high-speed acceleration, the GT3 picks up speed early, but the F430 seems to put on more speed later on. 高速域に行ってこっちの方が伸びてくね。やっぱ空力だろうねきっと。 At speeds of over 200 kilometers per hour, drag and lift becomes a major problem. It should be tougher on the GT3, which basically depends heavily on the rear wing.安定してる感じだね。でもね、 GT3 は本当にもうレーシングカーって感じ。このね、不安定な感じは全然しない。このバンクの中で片手で運転できるもん。ほら、 Akira, our cameras can't see your left hand. Anyway, utilizing the slipstream, the GT3 challenges Tsuchiya's F430 on the straightaway.本当に速いね、ヨン様。スリップ使い合うと似たようなもんだね。Our tests prove that under the real-life driving conditions we had created today, the F430 was capable of reaching the performance of the benchmark sports car GT3. これはね、やっぱこういい勝負で昔からポルシェ対フェラーリっていうのは。ポルシェ対赤対黒ですから、ね。そう。あとはエンジンパワーがちょっとこっちの方があって。はい、空力かなみたいなね、そんな感じはするんだけれども、本当にでもモデナから比べると空力相当良くなってますよね。モデナの時はね、もう別物怖かったからね、ちょっとね。
The F430 isn't shy about bragging its F1 origin. We've set up a unique contest, world's first under-panel beauty contest. Our first contestant is the NSX-R from Japan. The midship layout is cleanly covered at the front. The engine is a bit exposed, but overall, it has a very clean look. The SL55 from Germany. Every detail has been carefully laid out, wearing a modest front cover. The rear differentials are a little bit exposed, but the car has received praises from top executives from around the globe. Next is the Gallardo from Italy. After going through Audi's finishing school, the Raging Bull has been tamed beautifully. The GT3 from Germany. Strength and beauty has been put into a single package by the engineers of Weissach. It's obvious that mechanical efficiency was higher in priority than aerodynamics in the rear section. The F430 from Italy. Starting from the front underwing, the entire floor has received support from Scuderia. Every bit of it is based on feedback from F1 technology. The floor design from the rear axle to the diffuser is totally a work of art. The super sports cars for today definitely need to stand out from the crowd by both performance and design. F430. これはもうやっぱりこう世界一を目指して作り上げられた車。はい。まあイタリア人の血が騒ぐというか、世界一じゃなきゃいけないみたいな。そうですね。ね。その辺からするとやっぱりね、エンジンのね、トルク感の伸び、はい、あとはその音、もうどれをとってもやっぱこうイタリア芸術品だなと。そういう感じは受けたんだけれども、その速さ的には430とポルシェがダントツで速いんだけれども、はい、それまでのね、その呼吸の仕方、エンジンの、はい、その下で呼吸しても上で呼吸しても中間で呼吸しても常にこう吹けるっていうね、で伸びの良さ、はい、これはねやっぱり質問かな。まあ今回ですね、まあゼロスタート、ゼロ4ね、それとバンクの中200キロ出してどうだったか、うん、その後スラローム、はい、最高速やったんですけども、ここにその車のいいところ悪いところ。ちょっと上げてもらいます。まずフェラーリ、ブレーキに関してはね、これどれも問題ないですね、はあ、どれが一番良かったですか。一番いいのはね、乗っててそのリニアに反応できるのがポルシェ。ポルシェブレーキに関してはね、コントロール性もいいと、素晴らしくシュッと止まる。どっちかっていうとメルセデスってこう沈んでくんだよね、ペダルが。それで奥で効いてくる、まあ、あれはねフライバイワイヤーのね、うん、あの嫌なところなんかもしれない、うん、そうですね。でも効くのは、効きはもうしっかりしてますよね、フェラーリに関してはカーボンなんでね、はい、一定の温度まで上がらないと 100% の性能は発揮できないと。で冷えた状態だと辛いかなという感じはしますね。バンクの中はどうですか。これはね、やっぱポルシェは素晴らしく安定してる。そのサスペンションのメカニカルグリップもあるし、空力のバランスもいいし、で、まあ、それと同等か、まあ、次ぐらいに NSX のタイプ R がそこにいるっていうこともまたびっくりしたし、うん、それとあのバンクから出てきた最後の最高速、そのスピード感とか、ね、それはどうですか。もうやっぱりもう 100% 気持ちいいのは F430、はあ、素晴らしく、その音とスピードがね、はい、音と景色が同じに流れるっていうのが偉い。もちろんそのダイレクトなそのパワー感もあるんですね、うん、どっから踏んでも来るっていうね、これはね気持ちいい。安定とかそのスピード感がないっていう車を挙げるとどれでしょう。まあ NSX でしょうかね。あ、そうですか、やっぱり280馬力しかないんで、踏んでもやっぱりこうちょっとアンダーパワー気味で、こういうランボルギーニとかポルシェ、フェラーリはね、どこからこうポンと踏んでもうわーって200キロから加速してきますけれども、うん、その200キロからの加速っていうものに対しては NSX は280馬力っていう規制から、はい、足かせからちょっとまずいかなみたいなね。なるほど、ちょっと厳しかったですね。そうですね、はい、トータル的に見て、僕なんかがあすごくいいなこれっていうのはやっぱポルシェかな。ポルシェになりました、うん、あとはもうフェラーリファンはまあこっちに乗り換えた方がいいでしょうね。間違いなく素晴らしくいいと、おすすめできると、はい、もうフェラーリファンにとってはもう待望の1台登場したなという感じがします。 A piece of art that has been trained to be an athlete. This car is a benchmark of Ferrari's endless desire to create the very best. One sunny day in Tokyo, we visited Gansan's house to ask him to go on an important mission. また乗っていただきたい車があるんです。何？日本未発表のプレミアムセダン。日本じゃないです。まあ日本人の人も仕事だったらどこでも行くけども、どこなの？アメリカです。あ、アメリカ。変な格好させるのやな。Following our coverage of the Ford GT, we again flew Gansan to Los Angeles, California. Arriving in his fashionable sports jacket, we picked up Gansan with a caddy.
はい、ご苦労さん。すいません、お待たせしました。はい、お疲れ様です。はい、ご苦労さん。今回のミッションは、セダン系で行きたいと思います。それでマニュアルミッション、はい、ミッションすること。行きます。 OK、 いい天気じゃない。なんだよ、お前。The cars we'll be using this time are V8 premium sedans. Gansan flew to the U.S. to test drive some of the cars before their release back in Japan. The Lexus brand is the premium brand from Toyota that was launched in the United States. The GS model is the high-performance sedan known in Japan as the Aristo. The 4.3-liter V8 engine is shared with the world-renowned Celsior, aka LS series, in the U.S. It should be exciting to see how Lexus has refined the engine for this new model. The Infiniti M is known in Japan as the Nissan Fuga. The chassis wears 19-inch wheels and is equipped with a 335-horsepower 4.5-liter V8 engine. This particular model is supposed to debut in Japan with basically the same specs. Although both are premium sedans from each brand with the same V8 engines, it should be interesting to see how the GS and the M45 differ. First, Gansan will drive them on the freeways. さあ、フリーウェイに入ります。ちょっと今の荒れた道なんかでやっぱり18インチのちょっと悪さが、直進性のちょっと乱れみたいなのが出るな。ちょスピーが若干パパパパ気になるけども、でもこれ静かで他がいいから感じるんで、それと車のセットアップもいいよ。でレイングルーブだとね、ややもするとタイヤとかアライメントによってちょっと直進性が影響されることあるんだけども、この18インチこれ横浜だったかな、タイヤももちろんいい、それと車のセットアップもいいよ。全然問題ないですね、この車。いいだろ、後ろも、なんかこうしっとりとしてんじゃない。打ち合わせではリアシートはあんまりいいわけがないみたいなことをおっしゃってたんですけど、いやだからフロントと比べるとね、でもこの車の絶対値がいいよ。ベンツや BM、アウディが恐れるべき車にまで来てるってことなんですか。今までのアリストはひどかったけども、これは急に良くなったな。同じプラットフォームを使ってるんだよ、クラウンなんかと。クラウンでやりきれなかったとこもやってきてんじゃないの。恐るべきし、トヨタレクサス335ってのはやっぱり伊達じゃないな。トルクあるけども、リウエの道のりとか入るとちょっと直進性、ワンダリングがちょっと出るな。やっぱこの辺りはやっぱタイヤ、バネ、ダンパーを含めてちょっと硬いね、やっぱりな。よく言えばスポーティー、日産のこのインフィニティはかなり、さっきの車とさ、レクサスから見ると俺もかなり大きな声で2レート話してるけども、いや聞こえないんですよ。そうだろ、やっぱさっきのレクサスのやっぱ静かだったっていうのはすごく分かっちゃいますね、これでね。やっぱりちょっと1段2段階全体的な層が大きいな。After this stage, our plans are to take the cars to a closed track for some testing. Suddenly, an all-American Cadillac comes into the picture. It should be interesting if we tested the Japanese and the U.S. premium sedans head-to-head. The stage we chose is the streets of Willow Track at Willow Springs International Speedway. Gansan commented that this track's layout and surface should be ideal to test these sedans. First up is the Lexus GS, which showed premium ride quality on the freeway.しっかりしてるじゃん。これ
局のあれが入っちゃってるから綺麗に流れないけど、カメラでどうか知らないけど乗っててロールがすごく少ないよ。まあ唯一 V8 積んでるんでフロントが若干重いけども、それ以外その足回りが弱いとかふにゃふにゃすると全く出ないね。6速はいいよ。こう これもったいないな。これ全部スタビリティコントロールカットできれば。Although the GS shares the same platform as the Toyota Crown, the chassis was almost completely redeveloped. The car showed high potential even at the track. With the M45, the electronic stability systems can be turned off. 暴力的なぐらいトルクがあるな。おお。ちょっともうちょっとおとなしくしないとダメだな、これな。あのカメラの前あたりの動きはまるっきりスポーツカーだな。セダンのスポーツ性にしてはね、ちょっとアンダーステアをリアを滑らせて補ってるんで、すぐ後ろが出てくるオーバーステアが強いんで、まあスタビリティコントロールでそこは普段はカットしてんだろうけども、もうちょっとそのアンダーステア方向に行かないとこの19インチの性能がいけないかなって感じするな。 But it sure is amazing to see how capable these premium sedans are on the track. 今日のコースがね、結構路面も荒れてて、新しいその車の評価っていうか、発見があったんで、質感はねレクサスはある。スポーツ性も高くて、その質感を出しながら優雅な走りをしながら、結構スポーツ性も高い車で、すごく楽しい車に仕上がってますよ。ただ残念なのはね、例えばそのスタビリティコントロールが全部カットできないんでね、残念だったなという気がします。日本ではこれフーガで売ってる車体に、V8 のエンジンを積んで、すごくスポーツ性が高い車になってます。フライバイワイヤーのセットがね、安全に振ってるんで一気にトラクションがかかるみたいなところがちょっとまだ仕上げきってないなって感じがしますけども、アクセルのコントロールが難しい反面、うまくいくとそれがこうスポーツカー的な走りもできて、一瞬そのプレミアムセダンっていうのを忘れさせるほどの車に仕上がってます。逆に言えばね、サーキットでこんなにすごいんだったらもうちょっとフリーウェイとか一般道をしなやかにして、オートシン道をもうちょっと良くすれば、つまりレクサスの方向にすればより質の高い車に仕上がったんじゃないかなって気がします。お、何だっけ、これ忘れ物です。あ、そうか、はい、キャデラック CTS、はい、これ飛行場へ迎えに来た車じゃないの。はい、今回の大事なミッションですから。ああ、そういうことね、はい、The Cadillac CTS V. The all-aluminum 5.7-liter OHV V8 engine output 400 horsepower. GM has thrown this monster into the US market where German and Japanese premium sedans enjoy the popularity. Will this car be able to come out of the stereotype US sedan quality?The CTS-V participates in various racing series in the U.S. Let's see how it performs. すごいな、この 5.7 リッターのセダンがスポーツカーだぜ、これアメリカンスポーツ。アメ車キャデラックなんていう、もう昔のイメージじゃないね、まるっきり。 V8 のこれ、素人のエンジンかな。だけどもよく回るし、何よりもその走りがね、ヨーロッパの車だ、あるいは日本の車のいいところをね、すごく取ってるよ。だからこんなの V8 の 5.7 リッターのでっかいエンジン積んでてもね、すごく動きがシャープだしね、セダンって感じしないね。もうもろスポーツカーみたいな感じ。 Now, Gansan truly acknowledged that this car had been developed on the Nürburgring.
アメ車っていうのはある種良くとも悪くともちょっとこうそれだけでアメ車というだけで切ってた部分があるんですけども、剛性も高いしやっぱりニュルブルクリンクでやってきたなっていうのが素直に出てると思います。今レクサスをはじめとしてアメリカへ乗り込んだ日本のプレミアムカー、ヨーロッパのプレミアムカーのリーダー的存在のメルセデスとか BM も、危ないとは言わないけどもうかうかしてらんないなと、そういう感じがします。それほど日本車がアメリカ市場ですごく認められてきてるだろうし、実際乗ってそういうふうに感じましたね。ウィロスプリングスはね、今回走ってねすごく気に入ったんで、また来よう。やっぱりニュルっていうのはエンジンにとっても、まあ、車体にとっても車種にとっても、まあ、厳しいところなんで、まあ、そこをこの新しいエンジンを乗っけて、まあ、あとリア の, そのホイールをまあ、サイズアップ、横をサイズアップしたってことも含めて、まあ、今までの車に対して、さらに良くなっているってことをきちんと確認してきたということですけども。With a focus on performance improvement, the anniversary model was tested on the Nürburgring. We were able to confirm its better performance on the track. 速いぞ、やっぱ。気持ちいいよ、上まで回って。An endless effort for 1/10 of a second. まあ性能だけじゃなくて見た目のかっこよさってやっぱりスポーツカーにも重要だと思うんで、まあ、それをもっともっとかっこよくしながら性能もコンと上げたいなというふうに思ってます。Of course, other manufacturers know that as well. This limited edition RX-8 has even received body reinforcements.わかるよ、このタイトコーナーで。When we talk about FR cars, we can't forget these cars, the S2000. And the four-seater sports car, the Skyline. We also have another RX-8, the Mazda Speed version 2. Which car will reign as the king of the JDM FR machines?In 2004, the RX-8 recorded the highest sales of FR cars. This particular model, the Sports Prestige Limited, offers numerous extra features and refinements. The most significant is the body reinforcement. In order to accommodate a stronger body, the damper setups were also recalibrated.なんかやっぱ違うね。おお、違うよ。走り始めからしっかりしてるよ。ボディをしっかり剛性上げて、ダンパーとそれからブレーキを強化したのを受け止められるようにしてる。同じタイトコーナーでも多分ね、打角少ないよ。でロールも明らかに少ない。スタビは多分一緒だと思うから、ダンパーの効果だよ。明らかに少ない打角は。ああ、これがいいや。これがいい。Although Takuya has liked the RX-8 since it debuted, he definitely likes the refinements. 今移動してます。いらない、あのプレステージリミテッドスタンダードにしようよ、松田さん。ノーマルオーナーが多いんですよ、だって。いや、ひどいですよ、そういう意味だね。いや、だから元々買ってる人はだからあの乗り換えてください。いや、本当いいよ。In the extremely competitive FR market, who will come out as the winner? We'll put them to the test at Tsukuba. The Skyline Coupe shares the basic chassis and engine with the 350Z. Although the body is a bit longer and heavier, the manual transmission model is a popular choice with the enthusiasts.The Mazda Speed version 2 is an RX-8 with more focus on sports driving. The body is stronger and the car has received various measures to prevent overheating.
With an NA 2-liter engine that revs up to 9,000 RPM, the S2000 is a true lightweight sports car. Our starting grid today will be based on a reversed pole position, referencing each car's time attack record. On the first grid is Michigami in the RX-8 Sports Prestige. Let's see if he can feel the difference from the body reinforcements. Second grid is Katsura in the Skyline Coupe. The car is equipped with the premium option 19-inch wheels, but the brakes may become a problem. On the third grid is Takuya in the Mazda Speed Version 2 RX-8. In the time attack, Takuya had marked the fastest lap time in best motoring for an RX-8. In the anniversary model 350Z is Hattori, starting from the fourth grid. The car has marked lap times in the 8 seconds range in previous tests. At the very back is the FR Lightweight Sport S2000. Driving the car is Gansan. He should be showing some serious cornering. And the battle begins. It looked like most of the cars had a good start, but Takuya's RX-8 might be losing ground. Let's see the replay. Yes. The Anniversary Z is off to a good start. The reason for the Mazda Speed RX-8 slow start was a slight problem with shifting into second gear. It's going to be tough trying to get ahead of the S2000 now. Hattori in the Anniversary is keeping a good position in the pack, but seeing the Z go on the outside driving line, Gansan jumps into the inside. Hey, that's too much inside. You're off course. And it's going to be an acceleration contest. The Z is rocketing out of the corner. With the big 3.5-liter engine, the Z easily takes top position. As we had anticipated, the S2000 couldn't take over the skyline on the back straight. However, Gansan moving up using the car's great cornering speeds. Gansan forces the skyline into a braking duel at the first corner. While the skyline had to slow down due to the battle with the S2000, Takuya creeps up right behind. Mazda Speed RX-8 looking for an opening. Let's check in with Katsura. Gansan's S2000, now in third place, already has its target scope on Michigami's RX-8. Since the RX-8 is pretty fast around the corners, where will Gansan decide to attack? Whoa, Michigami has wandered outside entering the last corner. Gansan easily makes the move. Whoa, Gansan overruns into the first corner, but Michigami fails to capitalize on this rare chance. FF の LSD ない車を運転してんじゃないんだから、この立ち上がりでオイルスピンするのを抑えながら乗んなきゃいけない。It seems the skyline is suffering from the lack of traction at corner exits. However, Takuya still unable to pass. Although the Mazda Speed RX-8 has a fast cornering speed, it can't make full use of it being behind the skyline. ここがいいんだけどな、旋回が。Behind the top two cars, the skyline and the two RX-8s are battling it out for third place. まっすぐの速いスカイライン。
ここでこんなに追いつくんだけどな。もうブレーキフェードした。 Entering the fourth lap, the brakes on Katsura Skyline begin to fade. This should be a great opportunity for the Mazda Speed RX-8, which has great brakes. Z は遅くなったぞ。ブレーキがいってるかな。ブレーキもちょっとだけ落ちてきたな。深くなったな。The two Nissans are both starting to show some brake problems. This is definitely caused by the heavier weights of these two cars. Straight away, the brake is going to be a problem. こっちはちょっとブレーキが深くなってまいりましたと。 Thanks to the light weight of the vehicle, 5 laps on Tsukuba is nothing for the S2000's brakes. Because the brakes are still 100%, Gansan is able to keep driving on the track as fast as he does. For a sports car, brakes are not only important to go fast. Good brakes also help the driver to keep his or her concentration focused. For the 350Zs and the Skylines to improve, they might need to consider such factors of sports cars. And Hattori Z wins the battle. The RX-8s and the Skyline are still battling it out. In the sports FR market, the S2000 now has pretty tough rivals. The battle of JDM FR cars will now be fought in the 8 seconds range at Tsukuba. スタートはね、はっちゃんが言うようにちょっと遅れた。遅れたってね、 S2000 のスタート難しいんですよ。前に出てからは服部の35年車 Z と同じぐらいかな。いや、ちょっと早かったと思う、 S2000 の方が。うん、どこが。あのね、多分インフィールドだ。ブレーキは全く変わらないんで、 S2000 何種乗っても。うん、その差だよ。でかいスカイラインでもストレート速いよね。そこはやっぱりね、 3.5 リッターあるから、うん、直線では稼げるんですけど、コーナーがね、やっぱりどうしてもね、まあ、これちょっと文句だけど、インガーのね、ホイールスピンが多すぎるね。そうだね、後ろから見てもね、タイヤスモーク出てるし。そうだよね。でブレーキやっぱりこの寒さとはいえ、もう4周目、5周目つらいよね。3ラップでね、奥まで行っちゃうブレーキっていうのはね、まあ、さっきと走らせる車じゃないかもしれないけども、やっぱりあんだけのエンジンパワー持ってる車だからね、やっぱりブレーキはもっとしっかりしてもらわないと。まあ、だから Z みたいな進化を望みますね、スカイラインはね。うん、タイムアタックの時からオーバーステアがきつくて、ブレーキ踏んだ瞬間にもうリア出ちゃう。ケツがこう動いてんのよ。あれちょっと困るね。いやらしいですね。だから強くブレーキ踏めないんで、飛び込みもちょっと甘くなってしまって。GT ドライバーがあんだけ修正して車の動きに合わせられてない。ただねプレステージリミテッドはね、サーキットじゃないとこでやるとちょうどいいんで、ね、まあだからその一長一短が出たかなという、はいはい、バトルだったと思います。はいはい、今回は世界中から、はい、なんとハッチバックがね、そうですね、世界はね主流になってきた。うん、それもターボがついてるのが多いし、ね、うん、我々はやっぱりね GTI のターボ、GTI ターボ、マニュアルオートマ、ね、でこれが出たことによって、じゃあ世界のこれに匹敵する車は何か。 A combination of a higher powered engine in an FF2 box body style, the hot hatchbacks. In Japan, such combination vehicles were on the verge of extinction.
But in Europe, the hot hatchbacks with turbocharged engines were dominating the streets. We've brought such cars to Tsukuba to check them out. The hot hatchback revolution. まあ、あのね、ホタッチの中ではね、結構オーソドックスな車だと思うんですけども、まあ、この車でどこまでこの強豪たちに立ち向かえるか頑張ってみます。On the reverse pole position starting grid, this Opel Astra will be starting from the front row. Although the exterior is rather conservative, the car is equipped with a turbo, a first for this model. This car might be a surprise. The JGTC champion Motoyama appears in our Tsukuba battle for the first time. このメガネで、エンジンパワーを武器に頑張ってなんとか最低でも2倍以内に入ろうと思ってるんで、頑張ります。With its aggressive look and engine power, the Megane will be competing to win. Renault Sports has developed a twin-scroll turbo engine outputting 224 horsepower with a boost pressure of 1 kilo. The car will be handled by Motoyama. さあ、久々に復活した土屋圭一は、あなたたちを必ずきっと満足させてみせます。The all-new Golf GTI. Along with its unique appearance, the car has been given the highest performance level since the debut of the model.The direct injection turbo-powered engine squeezes out power and great response. The multi-link rear suspension should also become a weapon. 本日はついにシフトミスなしの、私のバトルを見せれると思う。まあけどね、すごいね、シフトフィールっていうか、そのつながりいいです。他のセミオートマと呼ばれる車とちょっとこれは違う。すごい気持ちよくつながるから、気持ちよさで走ります。This two-pedal DSG model was actually faster in the time attack than the six-speed manual model. Compared to the six-speed, the car is 100,000 yen more expensive and 20 kilograms heavier. We should be able to witness how good the DSG is. Another first-timer to best motoring's battle is the rookie from Toyota's works team. 別のデビュー戦、なんとか優勝で飾りたいと思います。とりあえずタイムアタックの感じだと車が結構 FF は曲がらないってイメージを覆されたので、スピンしないようにあとシフトミスしないように頑張りたいと思います。 One of the rare hot hatchbacks still existing in Japan. The Integra Type R's quickness is a well-known fact. The car is a benchmark in the FF sports car class. いつでもこのスタートは緊張するな。 And the 5 laps Tsukuba battle is about to start. How will these 200 horsepower plus FF machines race?Will they start off well? Whoa, the DSG GTI is already lining up with the six-speed counterpart. Let's hear what Tsuchiya has to say. With today's battle of front-wheel drives, handling of each should be the most interesting thing to watch. Buri-san, 頑張ってください。 Motoyama in the Megane is already attacking from the first lap. Ah, 早い。早い。そんな来ないで。While the Megane loses traction from excessive power, the Opel Astra is giving full throttle.And it should be an acceleration contest. ここまではいいんだけどさ、こっからがダメなんだよね。エンジン速い。あ、シフトミスした。シフトミスした。And behind the top group? あれ、あれ、お、両側から来る。ちょっと失礼じゃない、あんたたち。服部さん、それは。ちょっと失礼でしょ。あんたオートマでしょ。ちょっと普段のレースもな、これぐらいいけると面白いな。これやろう。ムカついた。 Tsuchiya jumping inside the Integra. 初めてやるメンバーだから、どこ、おい、こらこら、どういう動きするのか分かんねえだろ、こら。 Tsuchiya's crazy braking attack is making the rookie nervous.結構前は本山さんと明さんが激しいな。こういうところさ、すごくいいんだよね。ここ全開でいけない。 Motoyama is correcting his driving style on each lap. The Megane is pulling away from the Astra.
トラクションがないんだよね、ここはね。やっぱりあとエンジンのトルクかな。ただでもね、これこの古い足回りでね、ここまで走ったらそんな悪くないですよね。 Although with a bit of oversteering, Motoyama manages to keep the top position. The battle is in its third lap. いやー、そろそろ行っちゃいますか。All right, Kataoka, let's show these hatchbacks what it takes to be fast on the track. この立ち上がりでしょ。 Easily passes the Astra. やっぱり全然余裕だからね。I have a bad feeling. 突っ込みすぎ、突っ込みすぎ。あ、抜き返されちゃった。片岡、お前大丈夫？ねえ、インティアルって速い車なんだよ、お前。Kataoka is known in the GT series for aggressive corner entries, but that incident back there has made him chicken out on the second hairpin. Hattori trying to pass Tsuchiya again.振り切っちゃってる。なんでお前マニュアルよりオートマの方が早いんだよ。よし、ここは X 攻撃にしよう。 The DSG is running strong. Tsuchiya's X move gets him nowhere. あれ、オートマの方が早い、変わんない。俺のハヤブサシフトと変わんないぞ。おお、ちょっと待って待って、膨らんじゃった。ハットリさん、ハットリさん。これ。When there's a chance of over-revving the engine, the DSG system does not shift down. That's why when braking late into the corner, you have to be careful. よし。もう。シフトミスしないけど、ブレーキミスしてるよ俺。Only a lap and a half to go. Kataoka in the Integra R has caught up with Motoyama in the Megane. ストレートスピードはほぼ互角かな。これはやばいな、インテグラは。お、曲がってない、曲がってない。苦しそう、苦しそう。じゃあここから合わせて。よし、この周囲行っちゃいますよ。 Both cars have over 220 horsepower and are equipped with Brembo brakes. Will Kataoka's lightness or Motoyama's skill prevail? It looks like the Renault's understeer is difficult to control. Motoyama lets Kataoka through. Has he given up? いただきます。No, this is Motoyama's strategic move. He's trying to get in the slipstream of the Integra. よし。ああ、ダメだこれ。直線も離れる。Although Motoyama tries his best with super fast shiftwork without easing up on the throttle, the Integra manages to keep the lead. But the Renault's speed was surely shining among the turbocharged European hatchbacks. The results are as shown.今回はですね、最終コーナーの区間タイムを取ってきましたけれども、やっぱルノー。でも、ね、今度一番遅い、最終コーナーは。ああ、そっか。でもね、エンジンがすごい良かった。これやっぱりこう、インティアールってのは別格。別格ですね。実に僕が上手いのかと思ったんですけど、どうも車が、車が速いんです、ね。ミラーで見てて、すごい、俺、あんたに言って、もう曲がれないって言ったんですけど、すごい安定してて。最終コーナーでも、こう、トラコンオンの方がひょっとしてなんかいいような感じしない？車がこういうなんかさ、パワーかけるとアンダー出て戻すとこう、なんかいつもこうギクシャク感のあるゴルフ2台のような気がした。オペルもね、そういうとこありました。コーナーによってはもうトラコン入った方がいい。でゴルフよりもオペルの方がそれがね、全体に出てる。ゴルフってね、なんか何事もなく行くし、でパワーはないんだけれども、ダンロップ過ぎて次の80あるにしても、あ、曲がんないかなと思ってポンと抜くとずっと入るしね。それがダックインみたいなカウンターにはならないから、ファミリーカーとしてはね、もう安定した速さを維持できる車。初めて乗っててプレッシャーとかなかったの？いやーっていうか、これ全部抜いたら僕ちょっと日本を取れるのかなと思って。言っちゃってんのこれ。言っちゃってんのこれ。車的にはさ、この GTI、うん、ターボすごい。ね、このまあゴルフ同士で言うならば、うん、6速マニュアルに対してオートマ
にあのこのなんつうかなストレートの差っていうのは全然ない。まっすぐだったらオートマの方が速かったりして。ラブサシフトよりもいいかもしれない。F1 みたい。F1 みたい。すごい。その時代も終わったか。何もしなくても勝手に速く走れるかもしれない。その辺もちょっと検証しましょう。When environmental friendliness and fuel efficiency is the focus of attention, why have these hot hatchbacks decided to use turbochargers? Let's check out the secret behind turbo-powered engines and the DSG's true capabilities. 今のあの車載見たけどさ、全然シフトアップしてなかったら勝手にしてたよ。勝手にしてくれ。楽だよ。じゃあフルオートマじゃ。楽だよ。いや、フルオートマだけどクラッチはついてる。でも踏んでなかったよ。クラッチペダルはないの。車の中にどっかにクラッチがある。State-of-the-art technology versus Tsuchiya's ultra-fast shift work. Which is really faster? Launch control.あれ早い早いあれあれ早いよ早い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 よ嘘絶妙なシフトタイミングで嘘早いあれ早い負けちゃった早いねそれこれは立派だ立派この機械のクラッチプラス、うん、ランチコントロールについてブレーキを踏んでこうアクセル踏んでるとこうもう三千回転からいかないんですよ。あ、そう。でブレーキを離すとスタートするんだけどアクセル踏みっぱなしだと空転しちゃう、うん、ちょっと離してあとコントロールしないとダメだけど、あ、そう、うん、ちょっとそのトラコン自体は切ってある状態だからちょっとコントロールがいい。で S で一回そのままブレーキ踏んだまんま S、うん、そう、うん、そこでブレーキ踏んでアクセル一回上げてみてください。動かない。で離したら動く。ブレーキどうぞ。ああ、なるほどね。その感じ。行ってみてください。ちょっと F1 っぽいね。For the next run, the Drift King will try out the new gadget. うまいじゃん。うまいじゃん。じゃんじゃかじゃん。おお、早い。これね、シフトアップの。タイミングがすごくいいよ。これがまずお手本になるんじゃないですかね。これからのこういうシーケンシャルっていうか、セミオートマっていうか、こういったものはね、これをベースにするとすごくレベルが世界水準が上がっていくんじゃないかなと思います。これはねちょっと手強いですね。100キロ重たい。100キロ重い。あのあゴルフの方が重いね、うん、だからその分が出るかな。The Opel Astra has the advantage in power to weight ratio, the 200 horsepower battle. あれ、早い。シフトアップしてる間にやられちゃうね。The DSG overcomes the weight handicap. っていうか、ちょっとこの辻さん車違うんじゃないですか。さっきの話からどう見ても繋がってないですよ、これ。いや、服部さんが速いのか車が速いのか僕が確認したいと思います。で、服部さんにはね、筑波で暫定1位のルノーを差し上げたいと思います。あら、ね、ついにパワーはね、服部さんの方が20馬力多いな。早く支度してね。 Will power win over technology? And they're off. パーキングだったもん。パーキングだった。パーキング。あのね、心の余裕がそういうこうパーキングに入れちゃうんだな。服部さんに一回練習させてあげたかったの。あ、なるほどね、うん、絶対パーキングには入ってないよ。OK OK Mr. Tsuchiya, hope you're not in parking mode. Please concentrate this time. 頑張れ。あれ、ほらパワーで伸びてくるもん。さようなら、さようなら。The DSG rules over power. 最終的には24500のこうスタートにしたんですけれどもね。わかりました。もう負けました。もう俺のシフトミスが原因です。あ、でもね、こんな感じでね。今もう実は2から5のまんま、もう次触るともうダメだと思って5のまんまいっちゃった。The DSG system was even a good match with the Integra Type R.For your reference, the Megane's time you see here was remeasured with Tsuchiya in the driver's seat.
実際俺もね、カットビスターレット、うん、EP71 スターレット、はいはいはい、まあ1300だったにしろ、うん、やっぱこういう形の車から入ったんですよ、ね、でやっぱ今そういうのが日本にやっぱり少ないじゃないですか。ジャンルは違いますけれども、うん、インテアールが一人だけ頑張ってるって、ね、うん、あとはもう 1000cc というかリッタークラスの車でないと、うん、そうですね、ツーボックスがないと。このゴルフの GTI、はい、この持ってる潜在能力は恐ろしくレベルの高い機械であったっていう ね電子制御であったっ、ね、DSG、はい、これは素晴らしかったです、そしてです、はい、まあ、筑波サーキットにも乗りました、はいはい、フォードのフィエスタ、はい、ね、プラスアルファと。そうですね、アルファはまあ V6 3リッターと、ちょっと格は違いますけれども、やっぱりそのハッチバックっていうものがああいう V6 3リッターでもね、3リッターもあればフィエスタは本当はね、あれ 1.5 リッターベースの車なんです。それを2リッターに、はい、変えてあるんです。だから幅がねすごくあって。 Earlier, Hattori had driven the Fiesta on the Tsukuba circuit. 動きとしてはホンダのあのサーキットを狙った系、インティにしろシビック、感じとしてはちょっと前のシビックのこのパワー感ぐらいですね。いや軽い方がやっぱ車ってドライバーにこう伝わってくるね。After being amazed with the DSG system, Tsuchiya checks out the Celus speed system on the Alpha. It's a little bit of a shock.やっぱり日本車もバリエーションもね、出してほしい。そうですね、今以上に、はい、Are you ready? え、服部直樹です、今回この富士来てます。スーパー GT 第2戦、見てこのお客さんの量すごいっすよ。これからレッドモータリングではどんどんこのモータースポーツ、紹介していきたいと思いますのでお楽しみください。Yes, Best Motoring will be starting a new segment covering various motorsports. We'll try bringing you more information on the drivers, their teams, and behind-the-scenes coverage. This segment will cover many races, from grassroots to Formula Class racing. Our friendly navigator will be Naoki Hattori. In this first episode, Hattori will take us to his workplace. The driver's job isn't just to drive in the race. The driver must work with his mechanics, the tire manufacturer, and everyone that supports the team to build the fastest car possible. He will tell us what a driver does, how the team works, and the basics of how a racing car gets set up. Racing cars are set up with trials and errors like this. We asked Hattori if he had any philosophy in setting up a car. ダンパーをこうしようっていうのは俺の仕事じゃない。俺は伝えるだけで、それはエンジニアの仕事。それをやっちゃうとめちゃくちゃになっちゃう。というかみんなプロなんだからさ、基本的に自分から今こうだからじゃあダンパーを二ノッチ触ってとかそういうことは絶対言わない。ダンパーかもしんないね、ダンパーやろうかっていうことは言っても
その数値に関しては自分は一切言わない。ちゃんと自分の仕事、エンジニアの仕事、タイヤさんの仕事、全部住み分けてやれないとダメじゃないかなと思います。すごく評価能力は高くって、メモリーする引き出しが多いというか、1年前、2年前に評価したことをリピートしてやっても、あの時のこれと同じフィーリングだねっていうような、そういうコメントくれるぐらい体が覚えてしまっているというか、基準的なところだけ、覚えてもらっとって、それから開発していく方向だけ話して、その中に昔のものを入れていたりするとバレてしまうというか、体が覚えている、そんなすごいぐらいです。Hattori is considered number one when it comes to setting up a racing car in Super GT. Recently, he has founded a team of his own to provide opportunities to young drivers. Hattori さんは本当小さい頃から見てきた憧れの人なんで、本当に Hattori さんから技術とかいろんな面でもう全てを学んで目指してやっていきます。服部さんにアドバイスをもらえるだけですごい嬉しいので、それを生かして今年絶対チャンピオンを取りたいと思います。 Will one of these boys become a champion? We'll be following up with Team Naoki's activities. Let's check out how all the cars are running in the qualifying session. Driving the Takata Dome NSX is Michigami. Having difficulties in setting up the car, the team ends up in 16th place.Although Motoyama in the Zana VZ was aiming for the top grids, he ended up in 11th place. The tires didn't warm up as fast as he wanted. Let's see how Hattori runs in the qualifying session. The super lap rule is used in qualifying sessions of this race. The top 12 cars are selected from the first and second sessions. Then, these 12 cars are given one lap each for a time attack to determine their grid position.This is why it is important in Super GT to use tires that warm up quickly. Hattori's team uses tire warmers to help it warm up. Despite the use of tire warmers, the car still seemed unstable. His lap time doesn't improve due to some loss of traction in the second half of the track. Although most of the Honda cars were having problems with its setup, Ito manages to pull off a good run to land him in the fourth grid position. Yanagida in the number 22 car lands the highest position among the 350Zs. He'll start from the third grid.Race day. Hattori will introduce us to his team. うちの相棒のシゲです。はじめまして。ダンロップファルケンタイヤの大社長様です。山田社長です。よろしくお願いします。すんげえこの辺ガーンとプレッシャーです。いや大丈夫です。今日は本当に冷静に彼は走ってますから。うちのスーパーエンジニアです。頑張ってもらってます。頑張ります。うちのオーナー監督今着替えるんだもうすんごいいっぱいの人でこう一つのチームになってます。ドライバーだけは表に出てるけど、それ以外の部分の方が本当大変だと思います。富士のリニューアル第一線 GT、ご覧の通りスタンドすごいお客さんなんでね、日本のモータースポーツも全サーキットがこういう風になってほしいなと。Both these men truly love the world of motorsports. Best Motoring would like to ask all of you out there to support and participate in motorsports. And the final race begins. We'll follow Hattori closely throughout today's race. His teammate, Shige Kazu Wakisaka, had started the race but seems to be having problems picking up the pace.ちょっときついとこまで落ちたね。Racing cars are extremely sensitive. Even the slightest difference in tire pressure will make the car handle differently. Wakisaka has dropped as far back as 15th. Hattori stays cool and watches the race. ちょっと内圧とか次のセット上げていった方がええんちゃう？了解。内圧ちょっと考えます。During a race, the driver and the pit communicate about the car's condition and tires.Based on such communication, the team tries to adjust the setup. Hattori's time to get into the cockpit was fast approaching.
The distance of this race was 500 kilometers. For fueling, the cars had to make at least two stops. The order of drivers and how the laps should be separated, these were strategies which each team carefully planned. Hattori's team made their first pit stop much later than the other teams. The fueling crew and the crew that changes the tires, they all work together to save 1/10 of a second and let the car go out as fast as possible. Hey, Hattori-san, タイヤのまま的には全然 OK なんで、タイヤのままは全然 OK です。安心してください。After several laps, Hattori made the second and last pit stop. He was still running for a podium finish. His eyes were already on the Calsonic Z ahead of him. Hattori had the advantage of speed. He passed the Z without any problem. The next target was Motoyama's partner, Richard Lyon. Richard is also Hattori's teammate in the Formula Nippon series. The lap times of these two cars had a 2-second difference. Hattori was faster. He had the advantage on the straightaway. Hattori was waiting for the opportunity. Suddenly, it happened. Hattori was suddenly feeling a problem from the engine. It was obvious even from the outside that there was something wrong with the car. All the members of the team were worried. The car was suddenly alive again. Hattori was in hot pursuit for a second time. From 290 kilometers per hour, Hattori jumped into the first corner, lining up Lyon Z with braking. Neither of the drivers was pulling back. A clean battle between two professional drivers. Finally, Hattori manages to move up front. The checkered flag was coming close, but Hattori wasn't about to give up. Although he's known to be very calm, it was obvious that Hattori's adrenaline level was at its peak. Final lap. The race was at its climax. Hattori's mind was also in full throttle, thinking of a good strategy to pass the car in front. He was closing in. He wanted to open up the throttle as early as possible coming out of the last corner. The entire team was feeling the same way as the driver. The grandstand seemed quiet for a moment. But his hot pursuit was over. いや疲れました今日は。まあでもとりあえず表彰台だったんで、まあ良かったと思います。このような GT 選手権でした。楽しんでいただけたでしょうか。私ちょっとね今回クールスーツ積む関係で決勝ビデオ積めなかったもんで申し訳ないですけど、もうプッシュし続けたから最初から最後まで。本当に勝つ気で行ったから正直悔しいんだけど、まあまた次回に撮っておきます。その時はありがとうございました。また。次はフォーミュラ日本です。お楽しみに。フォーミュラ日本もおじさん頑張ります。Great driving and thanks for the report, Hattori. Stay tuned for more exciting motorsports coverage.